こんにちは、カレット旅の YouTuber のジュプタイシタです。今回はちょっと雑談をさせてください。今回は飛行機の座席についてお話をしたいと思います。でちなみにこれ今大阪のホテルで撮ってます。大阪のホテルで撮ってます。2週間ぶりにまた大阪旅行来てしまいました。大阪好きすぎる、まあ、来すぎだろうと思うんですけど、大阪また楽しみたいと思います。で、今回羽田から JAL で、伊丹空港に飛行機で来たんですけど、その時乗ってる時にふと思って、座席、皆さんどこを取られてますか？おそらく窓際が好きっていう方が結構多いんじゃないかなと思っていて、でまあネットでこの座席指定をしようとしても、大体窓際が埋まっていて、その次にまあ通路側で、最後に、真ん中の席っていう風になってくると思うんですけど、窓際僕乗れないんですよね。僕絶対に通路側しか飛行機乗れない。今まで海外も55カ国行ってて、まあ、多分数えてないです。100回以上飛行機乗ってると思うんですけど、窓際に乗ったこと、自ら窓際に乗ったことってほぼなくて、なんとかしていつも通路側にしてもらうようにしてます。で、理由が僕閉所恐怖症で、なんて言うんだろうな、この動けない環境っていうのがすごく居心地が悪くて不安になってしまうので、いつも通路側にしてます。で、窓際選ばれる方の窓際選ばれる方のメリットって、まあ、おそらく景色が見れるっていうのと、あとトイレに立たれるときに、お手洗い立たれるときに、窓際の席の人って他の人に邪魔されないから、一番窓際が人気っていうのも分かるんですけど、なんかよく皆さんそれでいけるなと思って、僕すごい不安になるタイプで、このトイレ行けない空間とか、あと何かあった時に動けない空間っていうのめちゃくちゃ怖くて、いつも窓際乗れないんですけど、多分そういう人って少ないのかなと思いながらも、そういう人もしかしたらいるかもしれないなと思って、本当にこれ雑談で、この飛行機乗ってる時にちょっと撮ってみようかなと思って、今回動画を撮ってます。この話はこれ以上これ以下でもないんですけど、僕は窓際乗れないと。で、窓際乗れる人が羨ましくて、窓際乗れる人が羨ましいなっていう、ただそれだけの話です。いやで、まあ、今回見て、ここまでもし見てくださってる方がいれば、一つアドバイスというか、この座席指定の、ポイントとし、座席指定する時の、注意点ということで一個お話しさせてもらうと、航空券、GoTo とかでパッケージとか、航空券だけで買う方もいるのかな、いると思います。パッケージで買った場合、JAL だと、もうその買ったタイミングから座席指定できるので、もし窓際がいい方は、多分買った瞬間に窓際の席を押さえちゃった方がいいと思います。で、僕とか正直、窓際取りたいっていうのがないんで、そんな急がないんですけど、窓際が絶対いいよっていう方いると思うので、そういう方は早めに、座席指定をするようにしてみてください。はい。今回の動画は以上になります。この大阪旅行の、動画もまた作ってあげますので、ぜひ見ていただければと思います。本当に今回は雑談でした。ここまでもし見てくださってくださってる方いらっしゃいましたら、本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録お待ちしてます。それでは。